ちょっと待って、手の甲にフォイって例え出ましたっていうスパチャが来てるけど絶対に嘘やん。さすがにそうやろ。さすがに嘘。そんな手の甲にフォイ。本当ならおかしい。ちょっと本当ならツイートしてみて。本当ならおかしい。適当明るいけど。そうそう。60円スパチャ投げてくれとるのにこんなこと言うの悪いけど。本当ならツイートしてみて。逆に見てみたいよ。逆にちょっと気になる。どう入っとんの。間違いない。クスの話聞きたい。本当や。いや本当やわ。親父のお客さん。親父のお客さんすか。お前本当やないか。おいお前。お前本当やないか。隠してこの。ガチや。お前本当やんけ。本当やんけお前。ごめん謝るわ。俺がお前に610円返すわ。ごめん。さすがにすごいわ。さすがにすごいわ。お前次住み入りに来たら俺時間あって遊び行くわ。しかもポイってタトゥー入れましたぐらいやったら信じとったけど。手の甲はさすがにって思ったけん嘘やろって気をつけてしまった。まさか本当だなんて。本当だったなんて。さすがに会いに行くわ俺。え？さっきのフォイのタトゥー入れた人おるやん。そいつから11月5日に背中にの2回目入れに行きます。マジで。木曜日にレペゼンのだるまを太ももに入れに行きます。マジか。マジか。だるまマジいいよね、あの俺アイコンとして好きやけん、あのだるま。間違いない間違いない、いいよねあれ普通に。で俺の感覚でキツネは逆にシンプルやん。シンプルやけん大きく入れるとあんまり良くないかなと思う。だってちっちゃめに入れるぐらいがあのキツネのシンプルさはなんかちょうどロゴっぽくてよくない、って思う。間違いない。そう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 。うわタトゥー動画で出すのダセーからって言うけど、それはお前誰に対して。ターゲット層が違うけん、お前は見らんわ。寿司屋にわざわざ食いに来て俺魚綺麗だから出すんじゃねえって言って。お前は頭が悪いの、だってここ今タトゥー入れます配信よ。タトゥー入れます配信にわざわざ見に来てタトゥー動画でやるのはお前死ぬほど頭が悪いよ。間違いない。要素つか要素じゃあ日本語わかるだけですごいわ。